んとこ総計文系学部ではこれより難しいのはないかなっていう印象ですね。もう出典おなじみじゃん、もうなんかイコノミスト、ガーディアン、ワシントンポスト、ニューヨークタイム。むずくない？知ってるの？こんな単語。ぶっちゃけ1から7まで全問不正解でもおかしくないと思って。なんかもう運ゲー感が半端ない。で始まりました、マチャチャンネル。さあ今回はですね、早稲田大学社会科学部の問題を見ていきましょう。まあやはりね、むずいよ。単語のレベルがかなり高いっていう感じになりますね。しかも推測できないっていうね、一体どうしてこんな問題出すんだろうっていうのがやはりありました。大門さんが今んとこ総計文系学部ではこれより難しいのはないかなっていう印象ですね。はい、では正誤問題ですね。正誤問題は解ける問題が多かったと思います。きちんと構文とかね考えれば解けるんじゃないかなと思いました。ではそれぞれ見ていきますね。まず A dead triangle factors はこれも絶対ダメですね。就職後と就職されている子の関係っていうのは手術の関係が成り立つわけですから、このままだと triangle of factors っていう何かしらの原因ってやつが死んじゃうじゃないですね。この原因っていうのがハニービーを殺しているです。だからデッドリーですね。ほらデッドリーウェポンとか言うじゃないですか。殺しちゃう側のウェポンなわけですよ。同じです、これも。まあ、ちなみにこの内容は河合塾の一番上のクラスの教材に入っている内容です。このハニービーが突然死んじゃうっていうね、その3つの原因の、まあ、3つの P っていうんですけど、その話です。あ、知ってる話だと思いました。なんで就職後と非就職後の関係で解く問題でした。で次2番は Who が明らかにおかしいですね。Who って出るってことは後ろに名詞が1個欠けてなきゃいけないんですけど、全然欠けてませんので、これが違うと分かる。直し方は分かんなくても分かりません。まあこれ When に直さなきゃいけないんですけど、 When they're in the company of other willing helpers ですね。まあ、これは楽勝です。次3番は、はい、手術の位置ですね。この appear っていうの主語を見たときに出すSame process ですから、process と合わせるので appear 図にしなきゃいけない。三人称単数形の s が必要。これもできなきゃダメ。手術の位置はよく出ます。4番ですね。まあこれもまた出てきましたよ。 C の outweighing ですけど、ここ outweigh 図にしなきゃいけない。 ing vs ed ってやつですね。これ3回目なんですよ。もうこの総形のやつで out プラス何々っていう動詞ですね。でまあ後ろ今回 by がついてるからね、わかりやすかったかなとも思いますね。 outweigh 図にしないといけないですね。で、次5番、これもよくあるパターンですね。動詞の数がおかしいよっていうやつですね。 C のところに uproot っていうのがいるんですけど、 uproot っていきなりこんなところに動詞を置くことはできないですね。だから分子構文にしてやる。だから uprooting っていう ing 形にしてやんないといけない。まあこれも直し方がたとえ分かんなくてもね、まあ 2FTC でもいいんじゃないのとかいろいろあると思うんですけど、選べる問題。はい、次6だ。まあこれは間違いやすいかなと思ったけど、どこにも間違いはない。speak the words って言えるし、受け身になっても大丈夫だしね。derive は後ろにね、目的語取れますからね。から。はい。ということで no error。7は、これも直し方がわかんなくても、なんだこれってなるよね。one in doubt about って。なんでいきなりこんなところで one って名詞がいるのかわかんないですね。まあだから、when one is とかってつけないといけないでしょうね。まあ、C の部分は別にね、one is とか you are みたいなのがね、省略されてる形だから問題ないですね。とかまあ一番いいのは when you are in doubt とか if you are in doubt とかそういう形になるのがいいと思いますね。次は and の並ぶ時制が違う D の sink っていうのは capsized っていう過去ですから、だから sank にしなきゃいけない。9番、同じですね。さっきの関係詞と which it cold だったらこれわけわかんないです。もう後ろ揃っちゃってる状況になっちゃうから which is cold っていう風にしなきゃいけない。そして最後も、はい、giving that じゃないですね、 given that ですね。なんとか考慮するとっていうやつですんで、結構早稲田の社学の中では基本的なものだったと思います。6のノーエラーを選ぶのは難しいかもしれないですが、他はいけるぞっていう感じの問題でしたね。はい、それでは読解の方に行きましょう。大問2ってこんなの知ってんの？プロトラクトなんて、プロロングですね、引き伸ばすっていうやつですね。で他の選択肢見ても選べないでしょう。文脈じゃなくても知識で解かなきゃいけない問題だからかなり難しい。次、アババオきついかな。話の流れで同じように来てるから逆説は入れらんないな、 B と C とか無理だなって分かってほしいんだけど、いやもう前後の文もむずいからね。まあむずいよね。はい、ロボットがね仕事やってくれるって話のやつですけどね、むずいと思う。次、エスパウスね。エスパウスもむずいでしょ。アダプト採用する、指示するっていうやつですよね。
まあ、ポリシーズで来てるから、アダプタポリシーって言えるから、まあ、文脈で言ってほしいかなって思うね。リジェクトはさすがに文脈的に合わないよね。で、次の、あ、however ですね。間に挟まっている however ですね。enough というの。この位置に入れるから、って言ったら however しかないので、いけたかなと思いますね、この問題は。はい、次が panacea。はい、panacea ね、万能薬ってやつね。これ、英検の時勉強したか、データ語検定の時勉強したか忘れちゃいましたけど、それが elixir ですね。ファイナルファンタジーに出てくる薬草だよね。むずくない？知ってるの？こんな単語っていう感じだと思いますね。次、disseminate ね。はい、これもね、circulate の言い換えになるやつですけど、このセミっていうのが、シードですね。種をまくから来てるんですよ。そうやって自分自身覚えた単語ですけど、普及するとかね、ルフするとかってやつですけど、知ってんの？Robots in the public domain って後ろに来てるから、なんとか選べるかな。いや、でもむずい。でも、選択肢の単語もむずいし。で、メインポイントは、まあ、呼べていれば、E を選ぶことはできるかなと思いますが。難しい表現がね、いっぱい出てきて、中が一個もない。イコノミストですからね、相変わらず。次が正しいものを選びなさい。これ C。まあ、これはいけたかな。レイバーショーテージを減らせっていうのに対応できるとかっていうのは分かりやすかったんじゃないかなと思います。はい、問題は大問の3ですよ。ここですよ。やっぱ一番厄介だと思った単語のレベルが最も高いかなと思ったんだよね。そしてガーディアンか、出典。アフリカをね、侵略してね、ヨーロッパの国々がそう持ってっちゃったわけじゃないですか、いろんなものを。で、それの返還に関するものですよね。で、innocuousですね。まあ、無害なってですね。harmless の意味ですね。これ、わかるの？過去の war の方と today とこう、対比してるわけだけど、いやー、important の逆って言ってもわかんないよね。次の repository なんて知らないでしょ。なんつうの、宝庫、展示場とかですか？そういうやつですけど、無理じゃない？あ、reclamation また出てきた。reclaim 関係するのなんか3回目これも総計のやつ。意外と出てくるのかな。さっき CNN で出てたレーガンのスピーチの中にも入ってたな。まあ、5択だしね。推測もできないでしょ。次。enshrouded 覆い隠すとかだよね。これもむずい。むずすぎる。正解の選択肢の smother っていうのもさ、包むとかですけど、これだって知らないじゃん。こんなん捨てもんでしょ。で、次が cautionary tale ですね。注意しなきゃいけないよっていうわけだから、今しめとなるっていう E の exemplary tale ってなるんだけど、これだってむずいじゃん。exemplary っていうのがまあ、エクサンプルになるというか、なんていうの？模範となるとかね。そういう表現です。知らんじゃしょー、知らんじゃしょーとか言ってた。5番 plunder。大門さんの中では簡単な方の単語だけど正解になる中で、知らないでしょ、略奪とかね。自分自身はもう新聞とか見てしょっちゅう出てくるから、わかるけど、いや、むずいと思う。あ、次、6番、はい、refrain、名詞の refrain ですね。決まり文句的なやつね。知らないでしょう。これも自分自身、どこで覚えたかも覚えてないわ、こんなの。で、しかも言い換えのね、theme、ね、言い換えになれるのが、これも日本語の感覚としてはないから、超むずい。7番が unfinished project、まあ、プロジェクトとぴったりなのが D ですね。enigmatic、謎なんですか。これが一番問題としては簡単かなと思いましたね。ぶっちゃけ、1から7まで全問不正解でもおかしくないと思ってます。一問も取れないと思う。8だったら、ちょっとはかせれるかなって思う。BCJ で、restitution っていうのがね、その変換だっていうのは文脈でわかるんだけど、いや、それでもむずいと思う。なんていうの、KO の方は推測できる問題がついたりするから、まだ何語でも答えられたりするけど、社学は問答無用ですね。もう知識で解いてねって言ってる。なんかもう運ゲー感が半端ないですね。で、次、invertebrate だから、無脊椎動物。これ、トフルでよく出てくるやつですね。トフルでも中がついてるときとつかないときがあるやつですけど、ね、社学は問答無用でつきません。ワシントンポストですね。もう出典おなじみじゃん、もうなんか、イコノミスト、ガーディアン、ワシントンポスト、ニューヨークタイムズってもうなんか、お決まりのやつ。出典を当てるのは簡単ですね、社学ね。教養のあるネイティブたちが読むものだから、問答無用なんですよ。普段使わない表現が出てきたりすると。1番、wake up call は知っててください。これはよく使う表現ですね。で、2番は troubled っていう、まあ、マイナスの意味だろうっていうのがわかるから、そこで選べるかなって思うんだけど、まあ、文自体の構文がね、複雑なんだよね、これね。3番目は once abundant ですね。かつては豊富だったっていう。その問題のレベルは、大門さんと比べてだいぶ簡単だよね。ああ、ただ4はむずいか。from the bottom ですね。obliterated ってね、破壊するとかっていうの取り除くとかね、それわかんないじゃんね。ほんと国連英検特影響やってるみたい。smoking gun ですね。ああ、まあ definitive cause は、これは推測できたかなと思う。原因は何なんだっていう文脈だったし、銃から煙が出てるから、ああ、これが絶対原因だってわかるってやつだよね。
6プレシーズですね。クライマットチェンジっていうのが出てくる前、それの始まりの前にもう実は減り始めてたんだ。だからクライマットチェンジが原因じゃないんじゃないのっていうやつだから、これは文脈で解けてほしい。次、セクスレクトレイバーですね。まあこれはむずいでしょう。無理でしょう。まあセクスレクトってことはつまり昆虫のことですよ。昆虫さんたちが働いてるってことですけど、これだけの価値があることをやってくれてんだよってことね。で、メインポイントはどれかっていうのが D。まあこれはいけるでしょう、文脈で。で、9番の CE は、まあ、いけたかな。まあ、だから去年めちゃめちゃ難しかったじゃないですか。だから去年と比べて取りやすいかなと思います。はい、続いて、最後、はい、コロナ出ましたね。コロナの時にね、耳が聞こえない人とかがすごい厄介だ。そう、マスクで口が見えないから、そう、手話ってね、あれ、口の動きと手、両方必要なんですよね。手だけじゃダメなんですよね。っていうのは、これ、まあ、一時期ちょっとニュースになったりもしましたけど、このコロナ期で、さらに厄介になってるっていう話ですね。パブリン、あー、むずいかな。functioning improperly ですね。適切に動かない。文脈でいけました、みんな。2番、strange。同じ文に isolated って出てきてるから、すぐいけるけど、疎遠にするとかいけなくない。3番はイディオムですね。go out the window ってなくなるとか disappear の意味ですけど、まあこれもイディオム知らんと無理だし。disconcerting ですね。まあ文脈でいける。unsettling っていうのをまあ知っておいてほしいかなっていうぐらいかな。それでもきつい。subject は知らないといけないですね。これ影響を受ける。だから constrained。constrained も絶対知らなきゃいけないので選べなきゃダメ。6もいけますね。one size fits all。っていうのね、1個のサイズで全員に当てはまるってやつね。これだから表現を知らなくても他の並びからあこれだろうなと思う。7番プロクシミティはやってます。これは早稲田の授業でも河合塾の授業でもやってます。近いことですね。クローズネス。次アダプトはいける。これ文脈で大丈夫ですね。アドヒアとかね、アドヒアというルールとかも知っておいてくださいね。で次の、内容1は簡単でした。 C と G はもう本当に書いてあることだったんでいけるかなって感じです。はい、ということで、で感想としてはまあ去年よりは簡単です。大問1いけるし、24、5も取れる問題が入ってる。3は無理ですね。で、いかにね、単語問題の無理なのを無視して、して取れるやつだけなんとかいって、内容1で食い下がるかっていう感じだったと思いますね。毎年のようにこんなにめちゃくちゃむずい、むずいもの聞いて、それも推測できないようにして、選択肢が5択って一体何を考えているんでしょうね、社学ってね。まあ、運ゲー感が半端ないんですけどね。はい、という感じでした。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.